す。以上において宇宙ひも理論におけるタイムトラベルは現実的ではありませんが、挑戦してみます？法院さん。そうですね、じゃあエキゾチック物質見つけてくださいよ、法院さん。以上で私の話は終わりですが、それでも反論があるなら聞きますよ、法院さん。だーもちょっと天才だからといい気になりよって。待てよ、あの小娘、おそらくは機関のエージェント。この抗議そのものが周到に仕組まれた俺への精神攻撃だと。その手には乗らぬわ。機関がついにここまでエージェントを送り込んできた。何？これもシュタインズゲートの選択だというのか？シュタインズゲート？オカリンの脳内設定、特に意味はないでしょうね。ドイツ語と英語が混在してるし、ない、トリックではないよね。爆発物を仕掛ける可能性がある。監視の目を緩めるな。ないっちゅうの。ピンセットない？ない。そう、中はグズグズね。味は、うん、ない。まつ、このゾンビ目、腹が減っているならそう言え。バナナぐらい恵んでやる。いりません。誰が変態のバナナなんて食べるもんですか。あ、変態だと。いきなり人のことつついて体まで触ろうとして。マキセシ、マキセシ。はい。変態のバナナなんて食べるもんですかってもう一度お願いできる？できたら悔しそうな顔で。悔しそうな？うん。何を赤くなっている？もしかして何か想像したのか？言ってみろ天才少女、天才が何を想像したのか、ご考説願おうではないか。どうやらあなたたち二人とも変態みたいね。いや、褒めてない。むしろ変態な想像した方が変態だろう。変態天才少女よ。誰が変態よ。オーケー、正直セクハラですぐに訴えてもいいレベルだけど、今は不問にしておくわ。今は変だと思うがな。あんたにとってでしょ。まったく、ノルアドレナリンが過剰分泌するわね。さあどうする、クリスティーナ。だからティーナってつけるな。悪かったな、ザ・ゾンビよ。ちゃんと呼べ、法王院変態教魔。黙れ、天才変態少女。変態同士の視察戦、燃える。黙れ変態。仕方ないわね。わかったわ、条件を飲む。だからもう変態禁止。私も変態扱いしないから。いいだろう。ではたった今から貴様はラボメンナンバー004、クレサティーナだ。ティーナも禁止。メールを。いつからあんたの助手になった。つうかあんたのアドレスなんて知らないし。使えない助手名。ダル、お前の携帯でいい。文面は。そうだな、クリスティーナは変態で。変態禁止って言っただろ。じゃあ間取って、オカリンは変態と。もう橋田さん、グッジョー。じゃあ送信するを。あ、ん、女子か。待って、うん、何よ。ちょっと来てもらおう。な、ちょっと。してこんなのと関わり持っちゃったんだろう。好奇心に負けてあの時の自分を殴りたい。本当にありが、あ、どうした。なんでもない、うん、ほんとなんでもないから。それ以上追求したら殴るわよ。わかった、無理にラボ面に誘って悪かったな、もう来なくていい。だがこれだけは伝えておく、ラボ面ナンバー004は永久欠番とする。この番号はずっとお前のものだ。何カッコつけてんのよ。何をする、粋な別れの演出だったのに。それが頭にくるの。あんた洗濯物残ってるでしょ、私が出ていく。じゃあね。うん、何よ。お返しだ、己の軽率な行動を反省するのだな。はいはい、じゃあね。待って、そこをつかむな。 IBN5100 について何か知っているか。 IBN?古いパソコンだ。何に使うの？気になるか？気になるのだな。ああ、もう、少しだけね。IBN5100 は、セルンの秘密につながっている。は？セルンは、
タイムトラベルについて研究しており、その秘密のプログラムを解明するには IBN5100 の特別な機能が必要なのだ。どうだ、驚いたか？ふん、あ、バカみたい。聞いて損した。な、鼻で笑った。おのれ、必ずその生意気な鼻を明かしてやる。首を洗って待っているがいい、クリスティーナ。そのパソコンなら確かにうちの神社に奉納されてるって。本当か？パソコンって、あ、もしかして IBN5100？ はい、あの、こちらの方は助手だ。それで IBN… 待て、何その適当な紹介の仕方。つうか、そもそも助手じゃないし。俺はお前を紹介するためにここに来たのではない。10秒もかからないでしょ。めんどくさいやつだな。マキセ・クリス、助手だ。はいはい、いいですよ、助手で。運ぶぞ、手伝え。だが断る。助手だろ、クリスティーナ。助手でもないし、ティーナでもない。台車を持ってきましょう。貸してもらう上にそんなことまで。おい、助手、空気を読め。はあ、空気を読めって言った？あんたが？仲がよろしいですね。なんであんたとこんなことになっているのよ。黙って運べ、まだ道のりは長いぞ。あのさ。なんだ。なんでもない。おおっとっとっと、貴様、なんだその挑戦的な態度は。うわぁ、こら待ってよ、後ろ歩きになっちゃうでしょ。キビキビ歩け、上州よ。無理、後ろ歩きはさすがに無理。上州ならできるはずだ。期待してくれてどうも、でも無理。横歩きへ変更を求む。つうかしろ、転んじゃうから。ごめんなさいね、また急に来ちゃった。いつ来てもいいんだよ、ラボメンなんだから。昨日までは二度と来ないと言っていたのだがな。厳禁なやつだ。別に来たくて来たわけじゃない、あんたが手伝うって言うからでしょ。クリスちゃん、やっぱり来たくないの？え、あ、いや、そうじゃないの、ここが嫌ってことじゃなくて。で、その箱は何よ。ふん、聞きたいか。本来であれば IBN5100。 マジ？すげえよ、さすがオカリン。僕たちにできないことを平然とやってのける。そこにしびれる。憧れないけどね。え？とにかく起動させてみるわよ。ん？また来てくれるよね。うん、アメリカ帰るまではメンバーだものね。うん、じゃあね。何を聞いているのだ。助手なのだからラボに来るのは当然だろう。はあ、あんたたち幼なじみですってね。同じ環境で育ちながらどうしてこう社会性がなくなっちゃったんだか。マイリは昔から変わったところがあったからね。あなたに言ってるの。キリチドモン、あ、これ借りるわよ。はあ、やっぱり落ち着くな、白衣。ガシッと、俺の目に狂いはなかった。お前は最高だ。な、何を急に気持ち悪い。白衣、やはり研究機関において白衣こそがユニフォーム。誰もマユリも何度言ってもそれがわからないようだが、お前には分かっているようだな。さあ、共に手を突っ込んで立とうではないか。は？早く。こう？そうだ、これぞまさに研究に身を置く者だけが漂わせる知性と恍惚のポーズ。その白衣はお前にプレゼントしよう。二人で思う存分分かち合おうではないか。侮辱されているようにしか思えんぞ。腹が減ったのか？うるさいな、お昼から何も食べてないのよ。いいだろう、今日の俺は気分がいい。カップ麺ならあるが、いらないというのか？やはりアメリカ育ちは。カップ麺、カップ麺もらうわ。味は何があるの？醤油と塩だ。塩味、それとフォークも。負けになるわよ。諦めたら、どうせその端にあるのがウイルスカードでしょ。バレバレよ。ふん、そう思うならそう思えばいい。じゃあ私はこれをここに置いて。はい、リーチ。
ほう、助手はドクトルペッパーがいける口か。本場で7年過ごしてきたからな。お前とはいい飲み友達になれそうだ。残念だけど私未成年だから。ドクペを飲み交わす友達という意味だ。それ限定だからこそ意味があるのだ。共に知的飲料であるドクペへの思いを共有し、とか言いながらこっそり私のカードめくろうとするのやめてくれる。はい、私の勝ち。正直言って岡部は対極的視点に欠けていると言わざるを得ないわね。考えているのはいつも自分の作戦のことだけ。相手がどう考えているとか罠があるかもなんて全く考えてない。待て！何よ。今何と言った。対極的視点に欠けていると言った。事実でしょ。その前だ。岡部と言ったな。だから何よ。確かに私はあんたより年下だけど敬意を表さない相手には。違う。俺は包員だ。何度言えば分かるのだクリスティーナ。以後包員もしくは京馬と呼ぶように。え、泣いているのか。泣いてないわよ。男の人に怖い顔で迫られて恐怖を感じたとか、その後ほっとして涙が出たとか、そういうこと全然ないし。ダル、助手はなんで泣いているのだ。今本人が全部説明したわけだが。あ、そうだ。何か分かったの。いや、過去へ送れるメールでは言いにくい。まずは名前をつけるところから始めようではないか。はあ、またカッコつけ。またとか言うな。この鳳凰院京馬をバカにしているのか。どうせヘンテコな名前をつけたいだけでしょ。しけな。ならば発表しよう。俺はこの過去へ送れるメールという現象についてこう名付けた。その名もノスタルジアドライブ。ちなみに時を超えた郷愁への旅路と書きノスタルジアドライブと読ませる。わかりにく。却下。亡き様、調子の分際で却下できる権限があると思ったなら多数決にする。ノスタルジアドライブに賛成の人。え、裏切ったな、マユリダル。クリスチャンの言う通りだと思うよ。マユシーはそんな長い名前覚えられません。中二病すぎだろ、上皇。わかりやすさを重視すべきね。時を遡るメールだから速攻メールでいいんじゃない。速攻って何。ちっとも分かりやすくないではないか。ここは時をかけるメールの一択だろ、上皇。少し表現が硬いな。言いにくい。あんたが言うな。オカリンのノスタルジアなんとかだって長いじゃんか。ロマンがあればいいのだ、ロマンが。じゃあ略して時かけで。それでは何が時をかけるのか分からん。メールなのか少女なのか、それともバナナなのか。私も思いついたよ。あのね、バックトゥーザメール。直訳するとメールに戻る、意味不明だ。じゃあデロリアンメール。ますますわからんわ。ねえ、ま、もういっそのこと略して D メールでいいんじゃない。あ、それいいね。じゃ決定ということで。それではこれより D メールカッコ仮の実験を開始する。カッコ仮も略す方向で。作戦名はオペレーションウルドだ。それもいらない。減ったね。バナナまで入れる必要あるの。バナナまで入れる。ダル、今は控えろ。ゼリーマンになるかどうかの確認のためだ。さあ助手、早くバナナを中へ。バナナを中へ。いい加減にしろ、この変態。ごめんね、後で新しいバナナ買ってくるから。本当嬉しいな。オカリンやダル君はね、ちっとも買ってきてくれないのです。本当にも、あっ、たったったった。ドジコアピールはよせ。しとらんわ。痛いの痛いの飛んでけ。サンクス、マユリ。そこいつまでもユリフィールドを作っていないで、 D メールの準備を。はい。2通に分割されてる。ちなみにこの文章の意味は。自分で調べれば。むう、こんなもんだろう。じゃあ準備完了ね。ついにシュタインズゲートを開く時が来たな。またそれ。
ほんと飽きないわね。でもお前こそいちいち水を差すな。ん？楽しそうだったから。は？別に楽しくなんか。それにしてもこの助手ツンデレである。誰がツンデレだ。おお、マキセ氏、ツンデレの意味がわかる？知らないわよ。いや確かに知ってる反応だったな。知らないったら知らないってば。岡部、本当に大丈夫？金はロト6だ。セレセブ、俺は3等当てたのか。セレセブ言うなって何の話よ。で、そこの助手、お前は帰らないのか。ちょっと考え事。そうか、ホテルに帰っても一人ぽっちで寂しいからこの俺に構ってほしいというわけだな、お子様セレセブめ。だからセレセブって言うな。俺はメールをする用事があるのだ。どうしてもここにいたいのならば邪魔をせず静かにしているのだな、ザ・ゾンビ。その呼び方が一番カチンとくる。恋する乙女が好きな相手からのメールを待ってるみたい。そんなに構ってほしいのか。あ、岡部、にやけてる。それくらいでは世界線は変動しないということだ。もっと分かりやすく過去が変わったと確認できるものでないとダメか。ほう？別に実験に賛成とかそういうことじゃなくて。で、どう思ってるの？あんただけ記憶が継続していることについて。言ったはずだ、マガン、リーディングシュタイナーの力だと。あ、実験は大好き。そうだな、ま、好きで悪いか。すなわち自分は高みの見物を決め、他人を犠牲にして北総エム。うむ、実にマッドサイエンティストだ。もういい。しかしだ、真面目な話。ちょっと待って、一体彼女は何を言っているの？助手よ、どうやらお前は決定的な間違いを犯しているようだ。間違い？ルカ子は女ではない、男だ。何の冗談だそれは。浅はかだな。お前も科学者なら自分の目でしっかり確かめてみろ。こんな可愛い子が男の子のはず。ごめん、ちょっと。大丈夫？